待たせしました。今日のランチはスペインの香りパエリアですよ。やっほー、すっごいいい匂い。いやー、美味しそう。超特大パエリア鍋で作りましたから、たくさんありますよ。もちろん栄養のバランスも考えて、野菜の冷たいスープガスパチョも用意してあります。さすが恭平くんね、いつもいつも助かるわ。いや、それほどでも。いただきます。私もいただくわね。はい、バンバンモリモリいただいちゃってください。ところでジョーは？なに今の野太い声。野犬の遠吠えみたいだったけど。まさか野犬ってことはないですよ、トレーラーの中なんだし。やだ、何？こっち来る。野犬じゃないなら、まさかゾンビの襲来？そんな！じゃあ私たち食べられちゃうの？私たちこんなに可愛いのにゾンビの餌食になるなんて、人類の喪失よ！絶対に嫌！食べるなら恭平にして！何言ってんですか！そんな僕だけググって扉の方に押し出したりなんかして！やめてよゾンビ様！僕まずいです！食べたら間違いなくお腹壊します！ない！ジョー！あー！来れる！ジョー？ないんだー！相当頭きてるみたい。誰だ、誰が盗んだ。エグか、エミか、セイか、それともお前か。うわぁ、なんで僕にだけ銃向けるんですか。吐け、素直に吐けば。許してあげるの。絶対に許さん。当たります。とにかくその銃しまってください。吐けったら吐け、どこに隠した。うわぁ、助けて、本気で死んじゃうよ。待て、なんか超興奮しきって手がつけられないって感じ。野犬やゾンビの方がまだマシだったかもしれないわね。ジョー落ち着いてよ。一体どうしたっていうのよ、そんなにケースを変えて。だからないったらないんだ。ないって何が？そんなに大切なもの？一緒に探してあげてもいいわよ。今日は一日オフで暇だし。痛くない。痛くない？どうして？どうしてもだ。じゃあ？どうしてもったらどうしてもなんだ。痛くないったら痛くない。ジョーこそさっさと素直に吐いたらどうですか。まあいい音。恭平が超特大パエリア鍋でジョーを殴った。ジョー、立ち上がっちゃう。つい、だってジョーがあんまり黙って内緒にするもんだから。っていうか仕返しっぽいけど。ジョーの頭、ずいぶんと身が詰まってるみたいだわ。スイカなら食べ頃よ。セイッチョ、何ユウちゃんのこと言ってんのよ。ジョーの頭の音なんかどうでもいいでしょ、この際。こんな大きなタンコボになっちゃって。ジョー、ごめん、僕、つい。平気だ、これくらい。わあ、目が血走って真っ赤か。今度こそ恭平の命の火は風船の灯火ね。お線香くらいあげてあげるわよ。そんな。恭平、邪魔したな。助かった。ちょっと待ってよ、ジョー。追いかけても無駄だってば。だけどあんなジョーおかしいよ。歯切れが悪くてちょっともじもじしたりして、エミちゃんじゃあるまいし、おトイレってこともないだろうし。だからあれは私たちに言いたくないってことで。どうして？ジョーと私の間に秘密なんてあるはずないもん。でもそれがあるんだからしょうがないでしょ。ひどい、エミのバカったりのおねしょったり。はあ、それだけは言わないって約束だったのに。メグレードブサイクの。なんですって。二人とも落ち着いてね。
元々といえば強兵がパエリアなんか作るから。しかもあんな超特大パエリア鍋で。そうそう、ジョーが怒っちゃったのも私とメグネーが喧嘩してるのも全部強兵のせいだからね。そんな、セイさん、なんとか言ってくださいよ。ソファーで雑誌なんかめくってないで。言ったでしょ、私今日はオフだから余計なことはしたくないのよね。セイちゃん、ジョーのことも気にならないの？あれだけ隠されればかえって知りたくなるのが人間の心理でしょ。他人のことは放っておきなさい、プライバシーよ。あら、いいわね、この戸棚、キッチンの隙間にぴったりですって。しかも通販会。結構セイさんマニアなんですよ。キッチン見ます？もうセイさんの買った隙間家具でいっぱい。通販は心のオアシスなのよね。あなたの心の隙間を隙間家具で満たしてみませんか？うん、満たして。なんちゃって。あら、これも素敵ね。はあ、大人の女ってがっかりだよ。こうなったら私たちだけでジョーのなくし物探すしかないわね。うん、見つからないとさっきのジョーの様子だといつまた暴れ出すかわかんないし。それだけは勘弁してくださいよ。僕も一緒に探します。ジョーいるの？ジョーはお風呂タイムか。ってことは今のうちにさっさと探さないと。でもどこから手つけます？じゃあ私はここら辺見とくから、エイミーはあっちね。強兵はそこら辺よろしく。了解。なんだか古着と見慣れた武器くらいしかないわね。うん、そこら辺って言ったって仕方ない。ベッドの下でも覗くか。まさかエロ本とかないよな。ひと、あ、なんかある。ん、でもこれってなんだろう。ジュースのボトル？それにしちゃこんな形コンビニでも見たことないな。どうやって開けんのかな。あれ、なんだこれ。強兵、それ。え、私忙しいんだけど。巨兵それ。え、メグちゃんも飲みたいの？このバカ、エイミー逃げろ。いったー、もうメグネ押さないでよ。エイミーがノロノロしてるからでしょ。大丈夫、二人とも。強兵、来るな来るな、あっち行け。それ手榴弾なの？え、それってこれ。うわ、死ぬ前にもっと美味しいもん、お腹いっぱい食べたかったよ。私ももっと大きくなってぽよよのプリンプリンになってみたかった。カサミさん、せめて一度くらいチューしたかったかも。ん、不発？助かったの？そうみたい。喜ぶのはまだ早いぞ。ジョー！僕の頭の横になんだか重厚のような感触が。ジョーのバスタオル姿初めて見た。うん、結構色っぽいかも。ねえ、引いてる二人とも。その通りだ。お前のこめかみには重厚が突きつけられているぞ。強兵も随分と感覚が研ぎ澄まされてきた。なも研ぎ澄まされなくて結構です。そんなことより、お前ら人の部屋に勝手に入り込んで何してる？あの、ジョー、これには深い、海底2万マイルくらい深いわけがあって。それほどでもないけどね。余計なこと言わないの！メガネがぶった！やられた！あの子嘘泣きして一人だけ逃げ出したわね！え？ちょっと待ちなさいよ！今度という今度はそんな嘘だけ許せないわよ！ちょっと待って、メグちゃんもしかしてわざと逃げ出したんじゃないの？僕一人置いて！ごめんね、強兵。犠牲は一人でいいかなって。ねえねえじゃねえ！
そんなことより、私の荷物を探ってどうするつもりだ？答えによっては私のデザートイーグルが黙っちゃいないぜ。僕じゃないです。メグちゃんとエイミーちゃんがジョーのなくしたものを探そうって言い出したんです。何？あ、ジョーのバスタオルが落ちちゃった。強兵犯なし炸裂。見たか。いや、ビタバタ、何でもビタバタ。あれだけ噴水みたいに鼻血吹き上げて、そりゃ通用しないよね。ねえ、見て待てって、魚見て待てってば。逃がすか。助けてゆうさん。ジョー、せめてなんか来てからにしなよ。いないよ。うるさいわね。ちょっとは静かに遊べないのかしら、この子たち。もう本当にやめてください。そっちこそ逃げるのやめろ。ジョー、またバスタオルの餌。もうお腹いっぱいだよ。じゃれるのもいい加減にして。うるさくて本が読めないわ。じゃれてんじゃなくて生命の危機なんです。誠意なんとかしてよ。ジョー、私たちの言うこと聞かないの。うるさい。こうなったらどいつもこいつもやってやる。子たちね。うわあ！おお、耳元で吠えないでよ、ジョー。ってこれ、これ。は？そのピンクのクッションはどうかした？ああ、なかなかの座り心地だったわよ。あ、なんかアップリケしてますね。どれどれ ？L O V E D J A N G。おお、ラブジャンゴ。あ、ジョーのお顔真っ赤だよ。まさか探し物ってこれ？ああ、ジャンゴに乗り込む時に使うつもりだったんだ。ピンクのクッションを、しかもアプリケ付き。ラブジャンゴ。もう女の子だったんだね。かわいいわ、ジョー。っていうか、ちょっぴし気も悪いかも。笑うなんて、笑うなんて。てめえら人間じゃねえ。叩き切ってやる。ジョー、ジョー、話せばわかる。しかもデザートイーグルじゃ叩き切れないし。ぶっ放すの間違いですよ。そうね、言葉は正しく使わなきゃ。問答無用。逃げんな。当たんないだろ。当てるな。お前らの冥福は通販で買ってこい。